うん、ゼリーさん、15万円たって今この瞬間プロになりました。ゼリーさんありがとう。はい、ゼリーさんありがとう。1回2回ありがとう。15万いきました。3回ありがとう。みんな4回5回、 yeah here we go、 yeah ありがとう。俺が今3年前の俺を乗り越えた瞬間だよ。だからそれはさ、3年間見てた人はもうまさに成功体験なわけよ。でしょ？3年前無理だ、不可能だって言われてたこと、たって今この瞬間に叶えてるから、3年前の俺を今叶えた瞬間だよ。ありがとうみんな。思考は現実化するぜ。うん。歴史的瞬間だよ。そう。だって例えばこのふわっちの中に、配信始めて1日目で、俺これで配信で食ってくわ、プロだっつって、アクティブ1のやつがいて、みんな信じないでしょ。みんな信じないでしょ。その状態からずーっと言い続けたら叶うんだよ。うん、忘れねえよ。ありがとう、ゼリーさん。うん。ありがとう。その通りだね、ギュアスね。こっからは茨の道がスタートだよ。うん。茨の道がスタートしました。うん、童貞について語ってほしい。特徴とか。あ、だから、童貞っていうのは女性を理解してないよ。まあ、それもいい意味で。だから、童貞とかの方がいいイラストを描くんだよ。綺麗な女の子描くんだよ。でも、俺から言わせたら、それって妄想の女の子なんだよ。そんな絵みたいな女の子いないんだよ。だから、よく言うの、可愛いイラストあるでしょ。超可愛いおっぱいプルンプルンの女の子いるでしょ。描いてるのは気持ち悪いおっさんだよ。童貞に近い気持ち悪いおっさんだよ。生身の女の子を知らないおっさんだよ。生身の女の子描いてもらう。違くなるから。要は妄想なんだよ。美味しいとこ取りみたいで嫌やな。いや、記念的な瞬間だからね、ゼリーさん。だから、そう、童貞って実は妄想のパワーがすごいんだよね。だけど、その代わり、だからアイドルが好きになっちゃうのよ。アイドルって偶像って意味なの知ってた？偶像崇拝の偶像、虚像のことを言うのよ。だからアイドルって何なのかっていうと、演じてる虚像、こうでありたい理想像を演じてる人のことをアイドルって言うんだよ。だからあれは実在しない人を追いかけてんの。俺らが思う完璧な女の子を演じてくれてるから、偶像崇拝の。だから俺は AKB は宗教だよって言ってんの。あんな女の子いるはずないんだよ。うん。アイドルはすべてそう。女兄弟のいない男の子は理想高いって言うのよ。ああ、そうなんだ。つまり生主に寝取られたトラブルの作者の絵がリアルなのはそういうこと？え、生主に寝取られたの？何それ、知らないんだけど。うん。だから、俺は恋愛しろって言ってんの。もっとヒリヒリするし、もっと傷つくし。人を好きになるっていうことがどれだけ辛いことか。その代わりどれだけ喜びがあるか。だから恋愛今の子ができないっていうのはそういうことだと思うよ。もうリアルが怖いんだよ。傷つくのが怖いんだよ。めんどくさいんだよ。要は、リアルで人を愛するっていうことはめんどくさいことを楽しめるかどうかだから。めんどくささに愛おしさを感じるかどうかだから。それが人間関係だから。そう。その相思相愛になる喜びみたいなものがないんだよね。うん、今の若い子には、うん、ゼリーさんありがとうね。ありがとう、うん、一緒に伝説作っていこうぜ。上に一緒に行こうよ、うん、ふわっちナンバーワン配信者ふわっちナンバーワン配信者行こうぜ。何年かかるかわかんねえけど。でも、俺が最近怖いと思ったのは、これスコトーマに関係するんだけど、傷つくぐらいな男いらんってなるよね。うん。俺、最近怖い怖いって言ってたの覚えてる？みんな。ツイッターとかでも、夢が叶うのが怖い。何々が怖い。生活保護抜けるの怖い怖いって言ってたでしょ。でも、一番何が怖いかっていうと、なんで怖さ感じてるか多分ね、分かってる人少ないんだよ。なんで俺が本当に怖がってるか分かる人いる？この中に。もしいたら多分ね、成功体験してる人だと思うの。
俺が何が一番怖いのか、何が恐れてるのか。うん。あ、リアル全然会おうよ。うん。俺が何にビビってるか分かる人いる？多分成功体験ある人は分かるはずなの。俺がなんでワドを夢叶いそうなのに怖いのかなって。未知の世界だからじゃない。その通り、いよいよ正解。目標がなくなるからだよ。今までは追っかけてたから楽なんだよ。近づいてったから。俺今この瞬間夢を失ったんだよ。次のでかい夢叶えたい。もう、だからずっと何を目標にしようって考えてんの。その通り、志がなくなるんだよ。そう、そう、目標、ワイリーの言う通り、そう。今、だから、すげえふわふわしてんだよ、俺。なんか、生きて、なんつうんだろうな。夢見心地っていうか、なんつうんだ、ふわふわしてんの、すごい。もう、ぶっちゃけた話、3日前ぐらいから確信はあったの。絶対15万取れるって。いや、取るって。もう絶対取れるってあるの。で、今叶ったわけよ。でももう怖くて怖くてしょうがないの。うん。わかるでしょ？そう。現実じゃなくて妄想で作った世界が今まさにリアルだから。見せようか、みんな。リアル引くぜ。リアルってやつを見せようか。わかる？これ。現実だよ、これ。179,725円。先月の分と合わせて。リアルでしょ？実感ないんだよ。数字の羅列だから、俺にとっては。引くだろ？これ配信で作ったお金だよ。ふわーってなるでしょ？これ、現金なんだよ。179,725円って。だから、これが、なんかリアリティがないの。うん。でしょ？でしょ？ハルピ君もそうでしょ？わかるでしょ？なんか、どうしようみたいな。もっとでかいことやんないとってなるんだよ。癖で。お俺だって、ねえ、ねえ、散々叩かれてきて、お前なんか無理だよってずっと言われ続けたのに、それを超えたわけだから、実際孵化してると思われてたわけよ。俺はこうなるって分かってたんだけど、俺は達成できるって信じてたんだけど、ねえ、なんかふわっとしてるよ今。ふわっとしてるし、うん、知らない世界に来ちゃったっていうか、いや今から探すっていうか、だから5日前から言ってんの、俺ふわっちでてっぺん取りたいって思ってるね。うん。だから旅にも出るけど、俺このサイトの看板になりたいと思ってる。だから今で言う金梅さんが多分ナンバーワンだから、金梅さん超えたいだよね。ふわっちにおいては金梅さん超えたいっていう。俺今孵化してるって思われてそう。自信しかない。いいよ、いいじゃん、いいじゃん。いいと思うよ。うん。だから、今みんな、歯金梅超えるなんて無理じゃんってみんな思ったはずなの。みんな、歯金梅超えるの無理だよって、今多分75人が75人全員思ってるけど、俺は今、金梅さんを超えるっていう次の目標。金梅さんを超えるじゃないんだけど、ふわっちでナンバーワンは和道だって全員言う状態作るっていう。うん。いや、だから閲覧数でもアイテムでもデイリーに常に1位にいるっていう状態。もう、だから FC2 でいう長井先生みたいな状態。目標を見失ったら死ぬんだよ、人間って。3年以内に。それはアメリカのデータが出てる。統計が。それが今の目的かな。金梅さんを超えるんじゃなくて、配信、ふわっちではもう常にもう王者として、絶対王者として君臨してる状態。誰も勝てないっていう。ふわっちだけは和道の独断像みたいにしたいね。まあ、多分3年以上かかるだろうけど。うん。それが今の俺の目標かな。うん。ふわっちナンバーワン配信者。うん。多分今30位か40位ぐらいだと思うよ。うん。目標見失って3年以内にスポーツやめた。パソコンと荷物の話を確認しろ。ああ、いやいや、今ノンタンそういう状況じゃないから。うん。そういうのはいいや。うん。自分のことは自分でやんないと。うん。うん。のんたん大丈夫って。のんたん？のんたん？あ、寝てるわ。のんたん寝てる。よかった。お休みになられた。ニコ生潰れたら横山みどりが選ぶのはふわっちだろうな。いや、あれでしょ。違うと思うよ。ふわっち選ばないと思うよ。みどりさん。風船10個ありがとう。みーさん。和道幕府？いや、どうだろうな。人の上に立つような人間じゃねえから。俺はやっぱ風天でいたいよな。ヒッピーだよ、ヒッピー。風天だよ、風天。
たくみさんに連絡するか。たくみさんに連絡しよう。よいしょ。まあまあ、否定的なら朝見てればいいじゃん。うん。俺は自分でできるって分かってるから。たくみさん寝てるかな？たくみさん寝てっかな？寝てるな。やめとこう、今。寝てるわ。うん。3年かかって15万達成。ナンバーワン取るには太いリスナーが消えて、新たな太い入る確率とか考えて。要はダメな理由を考えてるんだよ。だから、朝はダメな理由を引き寄せるんだよ。だから、人間の脳ってすごくて、リスクヘッジ能力が高いのよ。だから、人がダメになる計算ばっかり探すのがうまいの。うん、だけど、それって成功しないんだよ。でしょ？リスクヘッジの問題だから。要はどう逃げるかっていう。どう維持するかって。コンフォートゾーンなんだよ、まさに。うん、だけど、その思考だと上に行けないんだよ。うん、今のままでいいやになっちゃうから。うん、俺はみこしを担ぎたい。ありがとう。和道はオンリーワンになれる素質はズバ抜けてるから、いかにたくさんの人にオンリーワンになってもらうか。まさにそれだね。うん、そうそう、プラス思考でいいんだよ。うん。だから今、まあ、俺はふわっちナンバーワンを目指してるよね。目指してるっていうか、まあ、なるだろうね。俺だったら。これはなんか、おごり高ぶりとかじゃない。本当に。図に乗ってるとか、天狗とはまた違うんすよ。なるって決めてる。決断してるっていうか。うん。それがまあ、今の生きがいかな。上を目指したいっていうか、前にどんどん進んでいきたいから。圧倒的になりたい。圧倒的になりたい。ツイッターにアップロードしようかな。ツイッターにあげようかな。よいしょ。じゃあ15万達成のプロ配信者を撮るか。うん。プロになったこの瞬間を。記念すべきこの瞬間を。ヒカキン以上の配信者になるや。ヒカキン、俺は別にかっこいいと思わねえかんな。ヒカキン目指すのはレベル目標低すぎてえか。俺ヒカキンかっこいいと思ったこと一回もないよ。むしろ絶対やりたくないんだけど。うん。ヒカキンは目標にすらなってない。俺の中では。ツイッターしました。ツイートした。うん、好きなことをしてる集まりでやばいことになりそうな。あ、それ楽しいね。うん。いや、見習わなくていいけど、俺、あ、来た来た。ちょっと待ってね。もしもーし。
もしもし。いすいす。お疲れ様です。今、電話あったみたいで。何やってたんですか？編集中です。動画編集？編集中です。たくみさん、3年半かかりました。はい、かかりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。やりました。いやー、長かったっすね、本当に。本当あの時は辛かったけど、ね、何度も行きましたね。いやー、もう本当たくみさんのおかげですよ。いや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 。ありがとうございます。いやーもうこっからほんとしんどいなと思って。そうですね。修羅の道です。これで、こっから15万切ったらもうマジでクズですからね。こっからいかに15万以上いくからからね。うん、うん。毎月。そうですね。食ってかないでやっぱプロなられないですからね。そうですね。もう落ちたくないですね。もうこれ以上は、うん、もう上がるだけで。いや、いいっす。あれ、せっかくなんで、あれじゃないですか。リスナーさんと触れ合ってくださいよ、たくみさん。あ、ごめん。コメント読めないんだ。スマホだったら。あ、そうなんだ。あ、そっかそっか。今、LINE やってるから。そう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 。うん。そっかそっか。あ、たくみさんさ、デスクトップ1台入れます？ Windows。余ってんだったらいるけど。あのさ、俺がさ、前さ、リスナーさんにもらった、あの、デスクトップのパソコンあるじゃん。あ、はい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 。あれ、スペック低いけど、別にウェブブラウザーとか使えるよ。見れるよ。ふわっち放送。いるんだったら持ってってほしいかも。あ、了解です、うん。はい。そしたらほら、編集してるパソコン、今のパソコンと、その、俺の放送リアルタイムで見たりとかできるじゃん。そうですね。2台あれば、うん。同時にできるんですけど。あ、じゃあ、たくみさんにあげるよ、それ。本当に。うん。今度、取りに来れる時あったら、多分ね、車じゃないと厳しいと思う。あの、うん。ディスプレイ、ここに置いてたやつと、セットだから、うん。了解。あの、来月多分、車、出せる時あるんで。あ、了解です。じゃあ、その時お渡しします。了解です。いいっす。たくみさん、今後ともよろしくお願いします。お願いします。あと、リスナーさん、ありがとうございます。お。じゃあ、最後、ちょっと。感謝です。もう一回。リスナーさん、ありがとうございます。あ、なんだ。エコーかかんのこっちだけなんだ。なんだよ。ごめんね。えっす、お疲れ様です。今後ともよろしくお願いします。はい、失礼します。えっす。なんだよ。たくみさんの方にはエコーかかんねえのかよ。マジか。ちょっと恥ずかしかった。エコーかかんのこっちだけなんだね。ちょっと機材を使いこなしてないよ。いやー。いろいろあったな。いやー、本当に、今ね、ずっと支えてくれるたくみさんとか、のんたんとかいるから、たくみさんに給料払えるぐらい稼ぎてえよな。たくみさんに給料払えるぐらいね。うん。ありがとうございます、たくみさん、いつも。ありがとうございます。皆さん本当ありがとうございます。いやー、感慨深いわ。いや、感慨深いよ、本当に。離れてっちゃったリスナーさんもいっぱいいるし、いろんな多くの人と出会ってるし、いや、これからでしょ。おい、ナウシカ、いらっしゃい。ええ、これからでしょ。いや、ここがスタートラインだからね。ここが俺にとってのスタートラインだからね。まあ、生活保護は抜けるの確定しました。本当に。おい、ナウシカありがとう。一回ありがとうね、ナウシカ。よいしょ。うわぁ、なんだろうこの感覚。なんだろうこれ。いや、なんなんだろう。いや、言葉にならないってこういうことだよね。
言葉にならないよ、本当に。どんな言葉もらったか教えてくれな。ポカーンでしょ。ポカーンでしょ。何言ってんの、この人でしょ。いや、なんかすげえな。なんだろう。これさ、俺の給料15万だけど、実際リスナーさんが投げたの30万だからね。経済効果で言ったら30万だもんね。うん。この前、万枠に来てくれてありがとう。いや、全然全然。律儀で、すいません、なんか。ありがとう、こちらこそ。いやー、なんだろうな、感慨深いな。あー、なんかすげえな。いや、ぶっちゃけた話言うと達成感まるでない。なんか現実味を帯びてないんだよ。あの、ごめんね、達成感ないっていうのは、なんかやりきった感がないとかそういうことじゃなくて、なんだろう。夢なんじゃないっていう。これ現実なのっていう、そういう、なんかこう、自分じゃないみたいで、なんて言えばいいのか。もう朝起きたら、なんか、違うみたいな。え、還元率6割になったの？え、それどこ情報？知らないんだけど。ばあ、ゆみの頃は苦労してたよな、ほんとな。毎日ね、苦労してたよね。還元率6割ってどこ情報？いや、今、ふわっちの時代だよ。ふわっちでやった方がいいよ。朝起きてふわっち自体なかったらもう爆笑だよね。爆笑だよ。え、マジか。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 バーンザブリッジビハインドユー、意味は調べて、バーンザブリッジビハインドユー。
すいません。戻ってきました。日本人だけじゃないんだよ。日本人だけじゃないんだよ。Burn the bridge behind you。もう4時か。旅に出ないとな。ありがとう。おめでとう、ありがとう。あと2ヶ月って何？あと2ヶ月って何だろう。ちょっと、いろいろ関係ある話をしようかなと思って。実は、今日、プロになれたっていうのが、本当に、本当に神様っているんじゃないかなって、あ、そうだね、あと3ヶ月あるけど、実は、達成できたからとかじゃなくて、達成できたからとかじゃなくて、本当に神様いるんじゃないかなっていう話をしますね、少し。4年前、4年前の、4年前の、今日、僕は、警察署の、まあ、牢屋の中に、留置所にいたんですね。で、まあ、今日執行猶予が解けたんですよ。4年前、自分が、過ちを犯して、で、もう、ありがとう。ちょっとごめんね。スクワットは後にします。今日裁かれて、俺は刑務所に行くと思ってて、誰にも連絡しなかったんだよ。親にも連絡しなかったし、仲間にも連絡しなかったし、夢、どうやって生きていったらいいか分かんなかったんですよ。で、奈良から車で送ってもらって、2ヶ月半ぶりにシャバに出たら、新宿で、俺この街が大嫌いで、昔から。新宿っていう街がすごい苦手で。で、とりあえず漫画喫茶で過ごして、どうやって立て直していこうと思って、とりあえず働かなきゃいけなかったんだけど、ヤフーニュースでトップに乗って、主犯みたいにされて、仕事をさ、働けって簡単に言うけど、仕事一個見つけるのがどれだけ大変かっていう状態で、
でもう死ぬかもしれないって思って。で、まあ、生活保護を受けるようになって。で、もう、何やっていいかわかんなくて。もう、すごい人間不信で、すごい鬱で。なんで俺こんなことやってんだろうって。なんで生きてんだろうって。別に金も稼いでたし、やりたいことできてたし。なんでだろうと思って。で、放送に出会って、生放送に出会って、いろんな頭おかしい人たちと出会ってさ、うん、俺もこういう風に生きていきたいなと思って。で、配信始めたんだよ。うん、で、ずっと配信やってて、これで食っていきたいって。それが3年半前なんだよね。半年間、そう、生主をやってなかったラグがあるんだよ。で、俺はこれで食っていきたいって、うん、底辺って言われてる人たちがいるけど、全然底辺じゃなくて輝いてるように見えたんだよ、その時の俺には。やりたいことやって食ってってるじゃんって。叩かれてても生命力感じたんだよね。こいつら生きてるじゃんって、まあ、俺もこういう風になりたいと思って。俺もこういう風になりたいと思って。でも、昔の知り合いとかさ、やっぱ会社やってた頃の俺のこと知ってるから、なかなか理解してもらえなくて。いや、うん。で、なんか、今、その、意地張ってずっと続けてきたけど、意地張ってさ、ずーっと続けてきたけど、離れてっちゃった人もいっぱいいるけど、愛想尽かした人もいっぱいいるけど、ずーっと応援してくれてた人がいて、痛い目も見たし、人も来なくなった時期もあるしさ、ずーっと否定されてた続けた時もあったけど、ずーっと応援してくれてた人もいて、ありがとう。あの、頑張ります。本当にありがとう。本当にありがとうございます。ありがとう。旅に出ろって、執行猶予も終わってパスポートも取れるって言われてる気がします。まず国内から攻めます。ありがとう。あ、風船たくさんありがとう、ナウシカ。何個だろう。ちょっと待って。ナウシカありがとうね。1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個。8個。40回やります。ありがとう、ナウシカ。ありがとう。無駄にしないから。はい、スクワットの時間でーす。スクワットしまーす。ありがとうみんな。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、なんでスクワットすんの ?9 回。45回ね。10回。11回。12回。13回。14回。50回かよ。15回。マジか。16回。17回。18回。ちょっと待って、ちょっと待って。19回。20回、21回、22回、痛い、23回、24回、25回、26回、27
27、28回、29回、30回、31回、32回、33回、34回、34、5回、36回、あ、待って、37、ちょっと待って待って、38、ちょっと待って、39、ちょっと待って、40、花火ありがとう、41、65ね、42、ちょっと待って、70ね、43、70ね、44、ちょっと待って、75、46、47、何回今、48、ちょっと待って、カウントできない、49、何回か教えて、50回、何回、カウントできないって、ちょっと待って待って待って、カウント誰かして、51、52、誰か教えて、53、せいちゃん、俺も今数えてんのじゃない、54、花火の数が分かんない、55、56、何発上がった、54、ちょっと待って、58、ちょっと待って待って待って、59、今何発上がってる、60、61、60、20発上がったの、6、100回ね、63、100発ね、64、65、そうですね、何しかが上げた数、66、60、風船ありがとう、シーチ。風船ありがとう。68回。69。70。71。72。73。74、バーガープレゼントありがとう。75、76、77、78、79、80、81、82、プロレスラーかよ俺、83、84、プロレスの研修みたいね、85、86、87、88、89、90、ラスト10回、91、92、93、94、95、96、97、98、痛い、99、ラスト100、あざす。泣いた後にスクワットするとか意味わかんないよな。
はい、ナウシカありがとう。ありがとうございます。誰？モロさんありがとう。追加攻撃始まったよ。モロさんありがとう。行きます。え？モロ、1回、2回、3回、4回、5回、モロさんありがとう。6回、モロさん花火ありがとう。7回、8回、9回、モロさん花火ありがとう。10、9、20、21、22、23、24、ラスト25、モロさんありがとうございます。いや、アップでしょ。5個だから5個25でしょ。いててて。モロさんありがとう。汗止まんねえ。合ってるよね。モロさんありがとう。いや、もうパッキパキよ。ありがとう。ありがとうみんな。ゼリーさんもたくさんありがとう今日。すげえな、花火36発かよ。あ、そうなんだ。ナウシカの仲間なんだ。あ、そっかそっか。いいね。モロのけひめ、黙れ小僧。いいね、いいね。チーム組んでんな。チームスタジオジブリいいじゃん。愉快な仲間たちだ。ありがとう。いやー。いい汗かいたわ。サンキュー。頑張んねえとな。汗が止まんねえ。汗が止まんねえ。何も食わんの？お腹いっぱいだよ。お前らの愛情でお腹いっぱいだよ。本当に。フォロワー1位は、確か10万課金してるからフォロワー1位じゃないね。フォロワー1位10万課金だね。うちのフォロワーは。うん、今、10万課金が1人、6万7000課金が2人、3万5000。これゼリーさんが3位だね。まだいけますよ。全然いけるよ。で、4位が、2万2000。で、5位が、だから、ナウシカはね、今、5位だね。今多分2万課金してるから、ナウシカは多分5位だね、今。まだいけるよ、薬剤師さん。まだいけますよ。行っちゃいましょう。行こう。ありがとう、薬剤師さん。薬剤師さんありがとう。よっしゃ。
あ、聞こえるかな？音来てます。なんでバグったんだろうな。なんかバグったみたいですね。どうも、つみきさんいらっしゃい。ワドツです。どうもどうも、ワドツ。楽しんでいってください。はい、おはよう。マライオンいらっしゃい。どうした？いや、わかんないんだけど、声が急に聞こえなくなったって言われて。なんか声聞こえねえぞ、ワドワドって言われて。で、仕方なく配信閉じた感じだね。うん。おはよう。シオさん、オッケー。ありがとう。あ、薬剤師さん、どうもです。15発。あ、15発じゃない。3発ありがとうございます。どうもどうも。なんかすいません。途中で音が途切れちゃったみたいで。バグっすかね。ただいまです。いや、15回やったよ、俺。やったやった。うん。花火分はやったよ。いや、ずっとスクワットしてるからっすね。スクワット地獄。今日も絶好調ですよ。スクワット地獄ですよ。嬉しい限りだね。うん。15回全部やりましたよ。うん。映像止まってたのかな？うん。じゃあ、俺一人でスクワットやってたんだ。誰も見てないところでスクワットやってたんだ。やったよ、ちゃんと。不正はしないっす、僕は。そうそう、それで息が上がってるんですよ。っていうか、目標達成どころじゃねえじゃねえかよ。目標達成どころじゃねえじゃん。ねえ。いいの？こんなに稼がせていいの？これ嫉妬する配信者出てくんじゃないの？いいんすか？皆さん。こんなに稼がせてはどう？ありがとうね。15万オーバーしました。あざまーす。はい。ありがとうございます。今月17万4800ポイント。気持ちなんで、ありがとうございます。頑張ります。このままだったら20万目指すか。余裕持って20万目指すか。ありがとうございます。あざす。あざす。ありがてえ。でも、舞ちゃん、これからもずっとふわっちでやって、もっと稼いで。ふわっちでやってきますね。これから。もうずっと、ここ1ヶ月間ずっとふわっちでやってるんで。ふわっちナンバーワン配信者を目指して頑張ります。ういっす！薬剤師さんありがとうございます。また来てください。あざす。いやー、面白いなー。金梅毎月35万。へー、すごいね。すごいね。そうだね。いい日だね。執行猶予が解けて、4年間の罪を洗い流して、プロ配信者として食っていけて、可愛い彼女がいて、うん、こんなにいい人生ないっすね。頑張ります。ガチャヒロさんありがとう。みんなのおかげです、本当に。ありがとう。いや、配信で17万か。でけえ。やっとだね。そう、つぼみがね。つぼみがなかなか開かなかったけど。なかなか長かったね。ナウシカ別枠に行ってもうた。あ、そうなの？あ、そっかそっか。いや、全然いいよ。モロさんいらっしゃい。眠くないの？いや、だからもうなんか覚醒してるんだよ。頭が。コーヒー買ってこようかな。彼女寝てる寝てる。ぐっすり寝てる。彼女もいろいろあって疲れただろうから。彼女も疲れてますから。おはよう。おう、ついなんかコラボやってなかったさっき。おはよう、チー。15万達成しましたよ。今日からプロ名乗ります。今日から僕はプロ名乗ります。17万いったと思う？いったと思う？うぃ。ユンいらっしゃい。これが今月の分です。この間悪い、なんかあったっけ？この間なんかあった？これが今月の分。174,871円。で、先月の3万円と合わせるとこれ。もうすぐ20万だね。もうすぐ20万ですよ。長かったなぁ。こっから稼ぐぜ。なんかあったっけ？ちい。こっから稼いだ稼いだ稼ぎまくろう。教えてやる？
なんかあったっけ？教えてやるってなんかあった？覚えてねえわ。ふわっちがたくさんの人からちょこちょこだからみんな負担からな。そう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 、お金持ってる人はがっつり支援できるけど、そうなんだよ。1円、100円を甘く見たらダメなんだよ。そうそう。私のランク今月5位。マジで？ちょっと見てみようかな。おー、すごいじゃん。ほんとだ。今6位って表示されてるね、モロさん。でもね、6位だね、モロさん。古代さんが上に来てる。うん。多分一瞬と、あ、おー、すげえ、ナウシカ3位じゃん。ナウシカ3位おめでとう。ナウシカが3位だわ。さっき5位って言っちゃったけど、モロさんが5位で、ナウシカが3位だ。ナウシカ3位、3位、3位。すげえわ。ガチ囲いだよ。やべえ、楽しくなってきたぜ。みんなありがとう。すごいね。もうニコ生はいいかな。ぶっちゃけた話。ニコ生でやる理由がない。うん。楽天銀行作ればすぐ課金できる。俺楽天持ってるよ。え、何？何それ？楽天があったらすぐなんだ。俺楽天持ってるよ。どうやってやんの？うん。マジか。ニコ生古いつうか、嫌いじゃないけど、大好きだけど、運営の体質が嫌い。あ、楽天すぐなんだ。え、でも、この前運営に聞いたら、10日だって言われたよ。10日に振り込むって言われた。川にダイブさせる言うてた。うん、だんだんね、太ももが鍛えられてきてるから、うん。もう、だん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 強くなってってるから。太もも見せたいもん、バッキバキだよ、今。そうね、競輪選手とか相撲取りみたいに、ムッチムチでいい筋肉。のんたんが美味しそうって言ってたからね。太もも美味しそうって。あ、楽天すぐなんだ。ニコ生スマホで今外配信できるようになったよ。やっとアプリ開発した。もうそれは対応終わってるよ。もう、遅すぎる。対応が遅すぎるね。今更感ですよ。今更何なのっていう。もうニコ生でやるメリットなんか一つもないよ。はっきり言うけど。終わったサイトだよ。っていうか、ふわっちの課金率が、ふわっちの課金率が6割になったっていうのは気になるな。それ本当なのかな？マジなのかな？さっきそう言ってるリスナーさんがいたんだよね。めっちゃありがてえな。愛されてんな。マジ愛されてるわ。こんなに愛されてると思ったことねえわ。6割、1割かでかいよ。だって17万稼いでるってことは1割1万7千円増えるんだよ。ああ。午後3時過ぎても課金できてるぞ。え、マジで？え、それ現金振り替えで？マジで？楽天は？あ、そうなんだ。すげえな。それ聞いてないな、運営さんに。今度聞いてみようかな。なんか人によるみたいなんだよね。振り込みは月月1回で10日振り込みって言われたけど。仕様が変わったのかな。それ現金だよね。ポイントを現金に交換するってやつだよね。なんだろう。いやー、でもまあ、これは旅配信のためのお金だから、まだ課金はしないと思ってる。貯めないと。無駄金じゃないから。生きた金だから、これは。はい、ワコツー、ヒロさんいらっしゃい。どうも、楽しんでってください。初見さんかな？もしよかったらフォローしてってください。ワドです。よろしくお願いします。あ、もうやってないですよ。歌舞伎はもうだいぶ前、1年ぐらい前に潰しちゃいましたね。もうやってないですよ。1年ぐらい前に潰しちゃいました。うん、もう、配信ですね。配信1本ですね。ワンタロウくんも配信始まりました。あ、ワンタロウやってんだ、今。うん。
ワンタロウやってんだね。ほんとだ。ワンタロウなんか色黒くなってんな。ユイガがフワッチなんか金稼ぐかって怒ってたけどダメ。え？ユイガがフワッチなんかで金稼ぐかって怒ってたけどダメなんですか？よくわかんないね。ユイガさんがなんかフワッチ嫌いなんじゃないの？俺はさ、金がないなりにっていうのが、聞いてる？金がないなりにっていうのが、え、どういうことだろう？聞いてる？俺はさ、金がないなりにっていうのを聞いてる。コーラと絡みも全然ないっすね。なんか、今起業して、なんかうまくやってるみたいっすよ、コーラ。だ相当稼いでるって聞いたけど、もう繋がりなくなっちゃいましたね。いやー、ランキング採用おめでとう。ナウシカ、ありがとうね。ランキング採用おめでとう。うん。和道の話？金がないなりにっていうのが聞いてる？どういうことだろう？ユン、ありがとう、ハート。ありがとうね、ハート。和道の話？どういうことだろう？ちょっと意味がわかんねえわ。ち、ごめんね。俺、アスペルガー症候群って言って文脈が読み取れないから、結構、主語、述語とかしっかり書かないと伝わらない人なんだ。申し訳ねえ。これマジでネタでやってるわけじゃなくて、俺病気なんだよ。だから、誰がいつどうこうで何したとか。あ、コーラ稼いでるんですか？あ、よかったよかった。うん。なんか、奥崎くんと会社やってるみたいですね。ザッキーと。友達が和道さんの配信面白いって言ってました。あ、マジで？嬉しいわ。ありがとう。嬉しいなぁ。サンキュー。ヒロさん、コーラと知り合いなんすか？コーラ会ってねえな、最近。大二郎元気にしてんのかな？コーラの上司ですね。コーラの上司ですよ。コーラの上の人。金がなりなりの生活？金があるなりの生活？あ、ごめん、全然覚えてねえわ。そんな話してたっけ？金がないなりあるなりっていうか、俺はだから身の丈っていうか、その、貧困と貧乏は違うと思ってたんだよ。バカ？なんだよ？どういうこと？なんでいきなりディスんの？え？どういうこと？意味わかんねえんだけど。いや、なんかトラブルっすね。うん。場所をめぐるトラブルっす。まあ、歌舞伎には付き物っすよ。だからもう嫌気させてやめるわ、つって。おう、すごい。別にいつでもできるんでって言ってやめちゃいましたね、うん、ぶっちゃけあんま儲かってなかったんですよ。利益が出てなかったんで赤字にはなってないですけどね。やめちゃいました。配信やってた方がいいや、気楽でいいわと思って、うん、教えられたんだよお前に。え？いや、わかんねえもん。ああ、そっか。ああ、それがどうしたの？バー、7店舗やって7店舗全部潰して、ギネス記録って言われてたね。生主バーっていうのを やってて、一人で。で、7店舗潰したの。1年半で。で、ギネス記録って、赤坂、歌舞伎、東新宿、歌舞伎みたいな。うん。まあ、ずっと、去年、一昨年ぐらいはバー配信者だったね。まあ、俺は全然遊びでやろうと思ってたから、なんか配信が本業だと思ってたけどね。にわかすぎてわかんない。まあそういういろんな時代があったんだよ、本当に。ニコ生時代。旅配信もやってたし。赤坂の時俺行ったから、マジで言ってんの？赤坂の時行ったの？そうなんだ。え、誰だろう？わかんねえわ。赤坂の時来てたお客さんなの？Cさんってお客さんいたかな？覚えてねえわ、うん、なんだろうな、うん、あそこのバーケツヤクザなの？あそこのバーケツヤクザではなくてケツ持ちがいらないっていう話をしてたの俺は。だからケツつけなかったんだけど、で裏でなんかケツつけててオーナーとかが、それで家になったの俺が。諸場代3万払えとか始まって、いやそんな払わないよっつったらトラブルになって、いや、もうやめるわ、つって。別に俺健全にやってく、ね、別に非合法でやるつもりないから、つって。堂々とやりたいから、って言って。配信24時間回してるから、そんなケツ持ちとか無理だよ、って。うん。まあ、歌舞伎だからしょうがないんですよね。ゴールデン街とかでやればよかった。うん。土地がどういう土地か分かってなかったんですよ。
おはよう、のんの。まあ、みかじめっすね。だから、みかじめなんて、そんなの違法行為付き合えないって言って、突っぱねて。うん、でも、付き合いだから、みたいな。まあ、あんなさ、7席しかない店、3万とか払えないでしょ。無理だよ。ね、おしぼり置くとか、植木置くとかなら、ね、まだ、ね、それでも1万とか5千円とかじゃないと付き合いできないよ。歌舞伎はね、ルールが特殊なんで。合わなかったっすね、歌舞伎は。うん、まあ、しょうがないよね。そういう街だから、歌舞伎は。赤坂の時はそういうのなかったけどね。住吉の島だけど。お、新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、クソビッチさん、トーマスさん、ハルピくん、ありがとう。埼玉、大宮とかワード合うんじゃない？埼玉住んだことないんで、大宮がどういう土地かわかんないんですよ。僕が。千葉県民なんで。やりやすい。あ、まあ、まあ、そうだろうな。大宮都会だしね。どうなんだろう。でも、バーは正直言うと、もう今配信に集中したいですね。やっと稼げるようになったんで。俺的には、配信で、まあ、仲間増やして、リスナーさん増やして、で、旅配信やるっていうのが今目的なんで。うん。埼玉、あ、暑いかもしんないですね。埼玉のリスナーさんも結構多いし。うん。アクセスがいいところでやりたいから、埼玉、大宮だったらアクセスいいし、ありかもしんないな。うん。こう、タバコ一日何本ぐらい？一箱ですけど、今日はもう二箱ぐらい吸ってるのかな。まだ一箱か。タバコ一日一箱だけど、配信もう切れそうっすね。今日こんだけ吸ってますね。5時間でこんだけ吸ってるから、頭痛くなってきて。頭痛くなっちゃう。これ何ミリだろう。タールが9、ニコチンが1ミリって書いてある。タールが9の、ぼやけるか。タールが9、ニコチン 1.0 って書いてある。奥使ってないよ。曲がり曲がり。俺嫌いだもん。あの、ビジネスで初期投資があるビジネス大嫌いだから。あの、採算ベース合わないから。だから時間はいくらでも使いたいっていうのはあるけど、時間と労働力はいくらでも使うけど、ビジネスやるときは初期投資費はなるべく抑える。曲がり。全部。アメスピっすね。安高などうだろう。わかんない。太った太ったって言われて10キロぐらい太ってるよ。でも今日はスクワットしまくってるから、顎周りが綺麗かもね。いやー長かったなー、マジで。さっき号泣しちゃったよ。マジで涙ボロボロ出た。長かったわ、この3、あ、長かったわ。あ、あ、マジ長かったな。修羅の道だったわ。やっぱ3年物事やんないとダメだな。どんなことでも石の上にも3年って本当だわ。ねえ、2年半とかさ、3年目で諦めてたら終わりだったね。よかったわ。初期投資の案件さ、俺も絶対嫌だ、断る。うん、そうっすね。俺は、ネットワークビジネスもウェブ系もなんでやったかって言ったら、初期投資が低いから、なんですよ。バーとかでも、儲かってない店とかに行って、集客自分でするんで、何パーでやらせてくださいとか、パーで持ってきますね。折半とか。で、事業回るようになったら、家賃僕が払うんで、つって。最初はだから折半で持ち込むことが多いかな。利益の折半ね。やけどはゼロ。やけどはゼロ。やけどしないようにするのがビジネスだと思ってるから。ね、結局、じゃない、詐欺みたいなのに引っかかるでしょ。
でもまあ飲み屋とかは別にビジネスじゃなくてあんなのは商売だと思ってるから、うん、ビジネスと商売別だと思ってる。僕は31で5月に2ですね、うん、僕は32になる来年31です今、うん、まあやりたいことやるためにね起業してるわけだし、画を通すために配信始めたわけだから、自分のやりたいことやるのが一番かなと思ってる。サラリーマンできないからね、この世界入ったんですよ、僕は。YouTube と男のキス動画見たけど、あれ台本なの？あれ台本っすね。あれ台本っすね。台本じゃないとやらないでしょ。ガチコモでしょ、やったら。ロハコさんでしょ？うん。あれすごかったっすよ。アクティブで10万人ぐらい見てたんじゃないかな。アクティブっていうか、その日の放送の累計が多分10万人超えてたはず。緑さんの枠。すごかったよね。ロハコ事件とかゴシャブ事件って言われてるやつですね。この時間やっぱ人少ないな。台本でよかった。いや、僕は別に LGBT は差別しないですよ。ゲイ、レズ、バイ、トランスジェンダー。全然気にしないです。でもやっぱゲイはまだ偏見ありますよね。俺自身はノンケなんだけど、友達に性同一性障害なんかいっぱいいるし、レズのことセックスしたこともあるし、レズじゃない、バイか。バイのことセックスしたこともあるし。ニューハーフはないけどね。あんまり気にしないですね。人間人間と付き合いだと思ってるんで。まあ聞いてみないとわかんないですからね。でもロハさんとは仲いいっすよ。友達なんで。もともとリスナーなんですよ。眠くなってきたな。この枠終わったら寝ようか。ロハコ仕事してんのか。いや、やってましたよ。警備員とかやってましたよ。普通に今、生活保護抜けて働いてるって。めちゃくちゃ混んでて落ちてしまった。え、何？めちゃくちゃ混んでてって。なんだろう、回線が混んでたってこと？かくんいらっしゃい。あと6分で終わりにします、今日は。また、起きたら放送しますんで、よろしくお願いします。生ポはもう抜けるの確定ですね。まだ抜けてなくて、仕事は始めたんすよ。仕事始めて、月7万ぐらい稼いでて。スカイプ晒してないよ。多分、今日この瞬間抜けるのが確定したから、多分来月、来年か、来年の何月に抜けるかっていう話を今度すると思う。うん。配信でもう食ってきますっていうこと、市役所に相談しないといけなくて。ただね、15万の収入を3ヶ月維持しないと生活保護って抜けらんないらしくて。だから、まあ、こっからが本番だなって、あと2ヶ月頑張らないととは思ってますね。収入を上げていかないと。頑張ります。偉いかどうかわかんないけどね。早く税金払ってね、同じように困ってる人を助けたいっすね。その人たちの気持ちわかるんで、僕。家がなくなったり仕事なくなったりした辛さ、うん、そういう人たちにね石投げる文化は良くないと思ってて、とつまち？とつまちしたりするよ。全然コラボとかとつまちは全然やるやる、うん、やったりするよ。ただ今日たまたまやってないだけ。なんかかかってこないんだよ、とつまちしても。なんか人気ないのかな、売名できないんだろうね。わざわざ売名できないわって感じなんだ多分ね。
飯でも食って寝るか。ご飯食べて寝よう。今日はいろんなことがありすぎたわ。彼女は首切るし、彼女はここ今首バッスリ切れてるし、別れる別れない。ねえ、執行猶予が終わる。配信では稼げる。わけわかんねえわ。あ、LINE 別に公開してるよ、俺。うん。俺のホームページ見てみて。LINE 公開してるから。うん。俺のホームページの LINE っていう項目見てください。このホームページにね、LINE っていうのをクリックしたら、画像出てくるから、こうやって。俺のホームページ見てみて。俺のホームページのここに LINE って出るぞ。ここクリックするとこうなるから。そうそう、彼女が自殺配信で首切っちゃったんだよ。後ろで今寝てるけど、カミソリで首バッスリ切っちゃったんだよ。切りどころが良かったから血が全然出なかったけど、うん、危ないよ。もしよかったら YouTube もやってるんで、 YouTube もチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ皆さんお疲れ様です。はい、今日からプロ名乗ります。ありがとうございます。じゃあ皆さんお疲れ様です。おやすみなさい。旅に出るので約束通りみんなで一緒に日本中回りましょう。お疲れ様でした。おつです。はい、ギアスお疲れ。ありがとうね。ギアスお疲れ。いい、坂本雄一さんお疲れ。さっきの女の方はどうしました？首切って、で、今後ろで寝てます。はい。マリアさんありがとう、コメント。もしよかったらフォローしてってね。ハートプレゼントありがとう、つみきちゃん。お疲れ、のんのん。お疲れ、お疲れ。ありがとう。ゼリーお疲れ。今日たくさんありがとうね、ゼリー。ありがとう。心理お疲れ。見てたんだ。コメント打てばいいのに。テッドお疲れ。ありがとう。おつおつ。みんなお疲れ。ん？おつおつ、まあ、ライオン。風船10個ありがとう。ちょっと待って、LINE が来た。ん？ LINE が来た。なんだこれ。え、LINE 来なかった今。LINE、申請してもダメだから、スタンプとか、コテハン何々とか言ってね。コテハン何々とか言ってね。お疲れ、ミキティ。お疲れ。コンタクト、ちゃんとメール送ってくんないとわかんないから、俺。登録できないから。お疲れ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。